はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。今ね、4月5日のね、5時、夕方の5時を回ったところなんですけども、いろんなニュースが入ってきてるのをまあ読んでるんですけども、そっから考えるとね、いいことは何もないなといいことは何もないというか、まあその株式市場にとってね、いいことは何もないなという気がします。株式市場っていうのは半年先の景気を読むというふうに言われているんですけども、ここのところ半年先も読めないですよね。半年先なんてどうなってるかわからへんやんというか、今半年先読めたらね、大儲けできますよねでも半年先に終わってるかどうかということなんですよね。で、終わってんのと聞かれたら、うーんという感じがしますね。で、中国モデルっていうのは今唯一あるんですけども、でもあれほんまなんていうあれはほんまちゃうやろうというふうに世界中が見ていますよね。だからそれに対する論評っていうのは今のところ私はあんまり目にしないわけですね。中国は成功したんだって、うまいことやってんで、あれを見習おうたらなんとかなるんやというふうには思えない情勢なんですね。ということは、まだまだその経済活動がですね、万全ではないというふうに見なさざるを得ないわけでして、そうすると株価は下がるんちゃうんかなというふうに、今よりも下がるんちゃうんかなと、要は今よりも悪くなると経済は悪くなるというふうに見なさざるを得ないんちゃうんかなというふうに思います。で、日経平均についてはね、なんていうか、まあ、日銀とね、年金というね、二つのね、サポーターがいるわけなんですけども、もうね、今月に入ってね、二日あったでしょ。1、2と、市場が開いた日が。その二日でね、もう今月分の半分ぐらいはスコア張ったんちゃうかな、というふうに思うわけですよ。まあ、月に1兆円あるわけですよね。もう何だ、まあなんか1日2000億ずつぐらい買うたんちゃうのって、だ4割買うたんちゃうのって言うと。そしたら残り6000億しか残ってないなんて、もう6000億でも大したもんですけど、まあほんで年金がいくら残ってるのか知りませんけど、そのね、明日からですね、6日からはそんなにね、ド派手にね、よっしゃ、1日2000億やというような使い方はできないと思うんですけどね。そうするとある程度市場の流れにこう身を任せと、時の流れに身を任せじゃないですけど、市場の流れにですね、株価は任せざるを得ない、ということになると、多分売り圧力の方が大きくなる可能性がありますよね。で、その安倍さんの渋ってるね、例のなんたら宣言っていうのはね、もしかしたら今日あたり出そうな、さっきのね、東京都の数字を聞いたらね、もうこれ出さなしゃあないんちゃうのという気がしてるんです、私は。だから、今日これからでも緊急会見でもやって出すんじゃないかなと、もっと早く出しとけよと思うんですけどね、もう同じ出すんやったらもっと早く出しとけばええやんっていう、そういうことなんですよ。もう出さんとね、なんとかしまおうとしているんちゃうかなと。最近ほんまに安倍さん、冴えませんね。やること、出すこと。君大丈夫っていう感じですけど。まあ、なんかしょうもない、なんか世帯30万とか言うてみたりね、ちゃうやろ、やることちゃうやろ、それ、みたいな、マスク2枚ですかみたいな、もうほんまにね、私はあんまりね、嫌いではなかったんでね、ここのところずっとね、残念ですよ、ほんまに。もう、せめてね、最低限のことはやりなさいよと思うんですけど、まあ、それはええとして。で、まあ、日本はまあそういうことでね、多分下がります、明日、ドドッと。1万7000円割るかもしれませんね。まあ、それくらいは、少なくとも週では割るかもしれないですね。もうほんまはもっと悪くなると思いますけど。で、まあ、サウジとね、ロシアがね、協調し、できるのかどうか知りませんよ。できるのかどうか知りませんけども。なんかオペックでもう一回会議やるとか言ってますでしょ。で、まあ原因はほっといてもええね、別に。日本はね、これ50ドルに戻ったってやっていこうと思えばできる国なんでね、それはええとして。で、韓国なんですけども、15日までね、一生懸命ね、精一杯で
介入をなさると思うんで、下がり気味にはなるとは思うんですね。コスピは下がり気味で、ドルウォンは、ドルウォンも下がり気味ですね、になると思うので、まあ、この2つ、ほぼ同調してるんですけどね、ほぼ同調してるんですけど、まあ、下がり気味ですけども、まだね、480億円残ってるんで、いや、ごめんなさい、480億ドル残ってるんでね、それを思いっきり使うんちゃうかなという気がしていますね。で、ニューヨークもヨーロッパもですね、多分もっとドラスティックにガガーンと来るんちゃうかなという気がしますよ。で、途中でね、止まったり戻ったりするというのは、それはイタリアやスペインやニューヨークの、あるいはアメリカ全土の数字が良くなった時ですね。はもしかしたらドーンと戻る可能性もあります。もう見えたということになれば、もうここでもうこれがそこやみたいなのになればね、ドーンと上がると思います。でも来週ね、来週見えるのかなという、見える見えると言っときながら、見える見える詐欺やろお前って言われそうですけど、なんか知らんやんそんなそんなもう知らんわそんなん、まあ、日本かてそんなん、ね、いつまでも宣言出さへんし、ね、まあ、どんどん悪くなってくやんみたいなことですよね。ほんまにもっと早くやれよと思うんですけど、ということでね、数字がね見えなければね、どんどん下がっていくと思いますよ。でもちろん台湾とかね、香港とかも同じ で上海はね、いつも言ってるようにあれは完成相場なんで、もうそのなんていうかな、よっぽどのことがない限り、そんなあの辺は今の2763ですか、この辺りをちょろちょろしてるだけで終わるんちゃうんかなという感じはしますね。まあとりあえずこの土日で何が起こるのかなと思って見てたんですけども、あまりいいニュースは見られませんでしたね。相当悪くもはなってはいないんですけども、だらだらと悪くなってるなという感じがいたします。で、今週ですね、6日が月曜日のこの週についてはですね、大きな変化がない限りはだらだら下がる基調というか、だらだらよりもうちょっとビビッドにドラスティックに下がる可能性がありますね。だから要警戒ということで、ただね、そのいつも言うようにね、1万5000円とかに なったらですね、買ってもいいと思うんですよね。一旦買ってもいいと思うんです、そこでね。でどうせまた1万8000円ぐらいまでは戻るときにはさーっと戻りますから、例えばもうこれで収束が見えたみたいになったらザーッと戻りますから、その時に一旦売ってしまって、まあその後二次なんたらっていうのはあるかもわからんので、一旦売るべきなんですけど、だから本当に今買い場に再び近づきつつあるんちゃうんかなという気はいたします。で中長期で見たらね、こんなん買いなんですよ。その1万6000とか1万5000とかになったらもう圧倒的に買いだと思います。だってそんなんこの世の中が終わるわけじゃないんですからねでもいつかはあの騒ぎは終わるわけですから、別にみんなとことん悲観する必要は何もないわけであって、しばらくしゃあないなという、そのしばらくがどれくらいやんねんっていう世界なんですね今ね。冷静に見ましょうね、冷静に見るとそういうことなんですよ。別にみんながね、命の危険にさらされてるわけではないわけであって、たとえかかったとしても命の危険はほんの数パーセント、多めに見て数パーセント、若い人はあんまり関係ない 1% 未満というふうに考えていいと思います。だからその程度のね、危機なんですよね結局のところ。せやし、どっかで絶対終わるんですよ。あるいはもう普通の、ね、インフルの仲間になってしまうわけですよ。そういう終わり方がね、見えてるといえば見えてるわけなんですよ。だからね、とことん悲観する必要はないので、1万5000円だったら買いというのは私の変わらぬ考え方でございます。まあただね、油断はできませんよ。さっきも言ったように中国モデルっていうのは実は嘘やったという可能性がありますからねありますから、もうあの人たちほんまにね、
なんというか、今回のね、世界が得た教訓の一番はね、あの国のから出てくる情報は信用したらあかんという、それがね、一番の教訓ではないかなというふうに思ってます。はい、来週はダラダラ下がりというふうに申し上げておきます。ありがとうございました。